アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、アリサさんね、今日はね、はい、どういうご相談内容かな。はい、まあ、真剣に悩んでて、うん、でも真剣に、うん、悩みしたらちょっとしょうもないんでちょっと先生に相談するのはって思ってたんですけど、うん、私すごい暴飲暴食が止まらなくて、昔から、うん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 、お酒もすごい飲みますし、うん、それ以上にご飯もめちゃくちゃ食べるんですよ、うん、しかもそのジャンクフードばっかりで、子供の頃からそれは。そうです、子供の頃から好き嫌いがすごい多くて、基本野菜が嫌いで、うんうん、はい、親御さんとかに何か言われたとか、はい、そういうことっていうのはあるんじゃないかなと思ったんだけど。そうですね、昔からやっぱり、うん、野菜食べなきゃダメだよとか、はい、怒られてました。で、子供の頃はでもそれなりに抵抗しながらも食べてたと思うのよ。そうですね、食べさせられてました、食べさせられて、はい、で今ね大人になってきてそれがポンって解き放たれちゃったわけでしょ。はい、うん、そう、良くないなってやっぱ自分で思っちゃってる。怒られちゃってたし、はい、みんながこのままじゃダメなんじゃないのとか、ね、危ないんじゃないのとか、はい、後で、ね、リバウンドが来るよとか。そうなんですよ、はい、すごい言われます、ね、うんうん、言われてるからこそもっと食べたくなる、はい、ああ、そうなんですかね、うん、でも体は欲してるのよ。そっか、確かに欲してます常に、うんうん、だからそれだけエネルギーを使ってるので体は食べ物欲する。はい、うん、体になんか害が出ない限りは、うん、割と食べてても大丈夫。大丈夫。あ、そうなんですね。じゃあ今日はねそれを含めてねメッセージ送りたいと思います。はい、ございます。変わっていくみたいよ。変わっていく、うん、自分の中での考え方っていうかな、はい、うーん、食事の趣味も、あ、でも年々食べれるようになってます。うん、味覚が変わったりとかね、はい、ピーマンとか食べられるように、うん、ピーマン、はい、昔一切食べられなかったんですけど、うんうんうん、そう、だから無理に、うん、食べようとしなくても、はい、自然とね、はい、変わっていくものですので、あまり自分で抑え込まないように、はいはい、アリサさんとね同じようなお悩みの視聴者の方もねいらっしゃるかと思いますので、本日はメッセージとしてねお届けしたいと思います。はい、はい、食べている時にどんな気持ちか、心が変われば食生活も変わっている。お大事にどうぞ。